消防などによりますと、昨日午後5時半ごろ、揖斐川町で川で釣りをしていた大垣市に住む70代の男性が熊に襲われました。男性は病院に運ばれ、命に別状はないということですが、頭に大けがをしました。男性を襲ったのはツキノワグマで、体重が60キロから70キロぐらいとみられ、現在も見つかっていません。現場付近では今朝から、町の職員と猟友会のメンバーの合わせて3人がパトロールを行っています。岐阜県では11日に下呂市で80代の女性が熊に襲われ大けがをしていて、県は注意を呼びかけています。